みなさんこんにちは長谷隆です本日は9月入学についてのお話をさせていただきたいと思いますまあコロナウイルスの感染拡大の影響で学校休校が長引いておりますまあ今後地域による学校再開の時期のずれによって教育格差が生じるのではないかという懸念が出ています まあこういった教育格差を是正するためにも子どもたちが等しく学べるようにと9月入学を検討してはどうかといったことから議論が始まりました、まあ、しかしこの9月入学についてはこれまでも何度か議論をされてきたわけでありますそこでまずメリットデメリットについてお話をさせていただきます、まあ、メリットは 今回の休校で懸念される学力格差を是正できると冒頭申し上げたようなことですそしてアメリカイギリスフランス中国など海外では9月入学が主流であります海外への留学あるいは日本への留学生受け入れのハードルを下げることができるまた優秀なグローバルな人材を育てることが可能となる 逆に海外からの優秀な学生を呼び込むことで日本の研究水準を向上させることができる。また、これまでは受験は冬でありましたので、降雪などの影響で電車などが遅延をし、試験を繰り下げて行うというような混乱が生じておりました。これを夏に行うことでこういった影響を回避できるというメリットです。一方で、デメリットであります。 これを始めると特定の学年の生徒が増えてしまいます。まあそういったしが寄せが生じる。そして入学時期が4月から9月に半年ずれるということで私立校の一時的な収入減による経営悪化が生じてしまう。さらには企業は採用を現在は通年で行っておりませんので この就職の時期とのずれが生じてしまうということであります。そして国家試験の時期にも当然影響を与えますし、さらには国や自治体の会計年度は4月に始まり3月に終わる年度であります。この会計年度とのずれが生じてしまう。また、学校教育法などの法律改正が必要になるということがデメリットとして挙げられます。 しかし、まあ、こういったデメリットについては、それぞれ解決策があるのではないかと私は思います。特定の学年に幸せがいってしまう。まあ、確かにそうかもしれません。しかし、それは一時的なことです。今後長い目で見れば、えー、そういったことは乗り越えられるのではないかと思うわけです。また、私立校の経約悪化。これは財政的に国が支援をすることによって、一時的なことでありますから乗り越えられる。 就職時期とのずれについても、今後、企業には通年採用が求められておりますので、逆に起爆剤になるのではないかと思います。国家試験の時期。これに関しては、逆に試験の時期をずらせばよいだけであります。国と自治体との会計年度のずれについても、予算の執行を柔軟に行うということで対応が可能です。さらに、法律改正が必要ということに関しても、まあ、コロナで 感染拡大でこれだけ外出自粛、そして規制もできない中で、国会議員にしっかりと仕事をしていただくという意味で良いのではないかと思うわけであります。いずれにせよ、まあ、こういった議論が起こりますと、理屈ばかりを並べて実現できないということを言う方が多い、しかし、実現するための方策を追い求める、そういった姿勢が重要なのではないでしょうか。 もちろん、緊急事態宣言による影響で、家計や企業を支援することが必要であるので、そういった議論も同時並行的に行わなければなりません。しかし、本来、平時ならなかなか進まない議論です。今回、このコロナウイルスの感染拡大という有事だからこそ、コロンでもただでは起きないという姿勢が求められるわけであります。本日はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、 よろしくお願いいたします。